盾。盾、盾、盾は、刃物による斬撃や衝突、鈍器による打撃、及び弓や、投石、銃器の射撃などから身を守るための防具。表彰の際に贈られる記念品については、口述の記念、章としての盾を参照。ルネッサンス後期には、鉄製が現れたが、ほとんどは木製で、革製のものもよく使用された。 古い時代には、制動性もあり、重量が大きかった。通常は円を補強するが、バイキングはこれをせず、材質も柔らかい木材を使った。相手の剣を盾で受け、歯が食い込んで、動きが取れなくなった一瞬を狙う目的があった。現在は、ジュラルミンやポリカーボネート製の盾がある。古代、ギリシアや、それを源流とするヘレニズム文化圏では、 ポップロンと呼ばれる丸盾と貫鉄槍を装備した重装不標の密集陣形が活躍した。盾と槍の隙間ない陣形は並大抵のことでは突破できず、ペルシア帝国との戦いでは圧倒的な数の不利を逆転したという。古代ローマの帝国初期の不標はスクトゥムと呼ばれる四角、もしくは大円形の大型のものを使用した。これを隙間なく並べ、個人の騎乗よりも 集団の動きを重視し様々な人形を組んだ。城壁に接近する場合は、亀甲のように上面に盾を並べ投敵物から身を守った。参拝した際も個々に使用し、ホップロンと比べてやや重い分、防御力が高い。また、帝国末期には、盾の裏に数本の投げや、槍を仕込んで装備することもあった。馬に乗る、ノルマン人は累敵型を使った。これは、 縁立ての下部が伸び、足を守るものである。ヨーロッパ騎士の持つアイロン型はこの上部が水平に、切られたもので、ドイツ型はさらに裏から見て右辺型、すなわち武器を持った気球での側の上辺が切りかかれ、視界を良くした。この切りかき部は、騎馬突撃に際して、槍の保持にも使う。ポーランドなどのものは逆に左上辺が長く、上に伸び、側頭部を守る。 金属で補強された盾は、円を武器で連打して大きな音を出し、敵兵や馬を威嚇することに使われた。日本の機動隊など、ポリカーボネート製の盾、ライオットシールドを装備する現代の暴動鎮圧隊でも行われることがある。標準的な丸盾は、両手の拳を突き合わせて肘から肘までの直径であった。最も基本的なもので、中心軸に持ち手がある。 センターグリップ式である。ドーム状に膨らませるか、中央は、アンブーと呼ばれる、金属半球がはめ込まれる。縦の中心軸を手で持つ空間を確保するものである。腕で縦を動かす範囲はおよそ左右上下20センチメートルほどで足を除く全身が防御できる。汎用性に優れるため、標準的な縦であり続け、馬上や戦場でもよく使われる。また、 センターグリップタイプの盾は腕が固定されないため初心者向きである。アイロン型は腕を通すベルトがあり完全に固定される。腕全体で支えるのでセンターグリップタイプよりも負担は少なく強い衝撃にも耐えるが細かい動作ができない。抗軍中はベルトをつけ背中に背負うようにした。アンブルーは必ず金属でできている。 大きな行角をつけて放たれ、貫通力を高めた矢を防ぐためであった。中世ヨーロッパでは騎士道の象徴であり、盾の形状や紋章は厳格に規定、区分され、紋章を見れば騎士が誰かがわかるほどだった。この盾の紋章から西欧の紋章は発展した。騎士には必ず盾持ちの従者が伴っていた。中世周期には鎧が、 チェーンメールから全身を覆う頑丈なプレートアーマーに移行し、盾は小さくなったが、必要性は変わらなかった。鎧は、ハンマーやメイス等の打撃武器に弱い。また、工場戦でよく用いられる、陶石、お物、熱した油、火炎放射、弓矢を防ぎ、また剣や槍などの攻撃を受け流して反撃するのに、盾は、有効だった。日本の盾の初見は、神代木の国譲るの城の、 百八十縫いの白てである。これは、神宝のてだと言われる。魏志和人伝の記述として、和人が木製建てを用いていたことが記述されている、漢字で建てと表記した場合、木製を指す。奈良県の三世紀から四世紀にかけての遺跡からは、多くの木製建てと木製刃にはき傷などがないが出土している。五世紀頃になると、鉄製建てが登場し、以降、 河製、石製立、実用部具ではなく、石製埴輪であり、福岡県に見られるなども用いられるようになり、五世紀末から六世紀にかけて盾持ち人埴輪が、盛んに古墳の周囲に置かれるようになる。古墳を悪霊、邪気の類から守るための樹具として制作されたと見られている。大阪府屋尾市。 溝の遺跡の豊墳から出土した家型刃庭の2階の壁には盾を表す宣告があり、悪霊の建物への侵入を防ぐ役割を担っていたと解釈されている。建物の四方に盾を建てたと推測されている。また、俗日本記において、文武天皇2年698年11月に行われた大上に、江内山と朝が大盾を建てる儀礼を行い、以降、 大帳にあたり、物のべ石神、江内氏によって、大上宮の門に盾を建てることが観光となったとある。古代日本において、盾は、実用具以外の面も持ち合わせており、権力者の墓や、建物、旧門を、悪霊の類から守る信仰は一例と見られる。中には、石室内に盾が描かれている例もある。権力者の間で仏教が普及すると、 こうした盾の進行も忘れ去られたものと見られる。奈良県市場古墳出土の5世紀の木製盾や、それと形状が類似する盾型には、奈良県から静岡県にかけて見られる上部が Y 字状で、くびれが多い盾などから5世紀当時の盾の長さは130センチ前後であり、盾持ち人葉庭の表現にあるように顔は丸出しだったと見られる。 史上古墳出土の木製品については、採取立てとする見解が一般的であるが、研究者によっては疑っており、杖とする見解もある。また、5世紀の近畿圏では小型な手持ち立ての例もある。奈良県の5世紀の遺跡から出土した鉄製立ての長さも130センチほどである。このほか、ハヤトの立があり、朝廷がハヤトを制圧した後、 内国に位配した結果、平城風後からも出土している。この早戸建ての長さは150センチである。これは、演起式の、長さ5尺、広さ一尺8寸、厚さ一寸、頭には馬髪を編み付け、赤白の土積みで持って貼り、こう形を描くとある記述と合致し、外国からの客を迎える、際の規定であった。6世紀の東国の建て持ち人刃庭を見る限り、 最国よりシンプルなデザインとなっている。最国、東国、隼人の武人に共通して多く見られる盾の模様は三角形を単位門とする虚子門、いわゆるギザギザ模様である。一説には悪霊に対する威嚇という呪術的な意味合いのものとされる。古墳時代の盾には漆を塗っている例もある。万葉集の一巻と二十巻に盾に関する歌がある。 一巻に記された歌は、弓を射る音が鳴ると、武漢は盾を立てるという内容で、音に敏感に反応する武人の様子が描かれている。日本では、追な式辞の片彰子が盾と矛を持つなどの儀式用意以外は、平安時代から室町時代初期にかけて総盾を小型にしたような、並べた厚板に、鍋の取り手のような柄をつけた手立てがあったが、 使用武器の日本刀や槍などが両手使いに発達すると、中世以降は、鎧が発達して荷持タイプの盾、手盾が廃れた。一方で、地面に固定する型の盾、層盾、柿盾などと言われる、普通は厚い板二枚を盾に並べて剥ぎ、表に門を描き、裏に支柱をつけて地面に立てるようにしてあるが使われた。戦国時代になると、矢だけでなく鉄砲の銃弾からの防御も、 重視されるようになり、利便性と防御性の高さから、竹束が用いられるようになった。これには、大型のものと小型のものが存在し、小型のものは手に持っての銃弾防御が可能であった。使用の際は、弾丸の入射角に対し斜め鋭角に設置する、被弾軽視、また、濡らした厚地の布、場合によっては広げた甲冑など広範性のものも、共にを、建物の門や、 戸口などに設置し、カーテンの原理、布地の柔軟性と、被害形視を組み合わせ、被害物の軌道と威力をそらす作用により、弾丸を反らす、事実上の置き立ても、少数例ながらあった。同様に矢玉除けに背負うほろも、盾と見ることができる。手立てについては、口実を参照。戦国期に多く考案された盾として、車立て、下部に車輪を有した、工場用立てがあり、 総盾牛、貝立盾、牛屋、天盾、まくり盾、木満、車竹束、車正牢、正牢、軍法極秘伝書内に記載されるなどといったものがある。このほか、金世の書、開国兵団には、木満と外観が似た吊り下げるタイプの盾の、後期があるが、これは、城壁内に盾、城壁の上から来る投射物を防ぐための城壁を、補助する盾で、車盾ではない。 金世へ土器の和漢三サイズには、札て、手立てとして、画と共に記述が見られ、カ冑チ者ムが左手に長方形の盾を持つ姿が描かれている。右には、単やり。画の形式は、立盾と同じ。このほか、様々な盾を記述したものとして、訓越集が見られる。また、三サイズでは、盾の説明として、画に車立てが描かれている。 前5世紀の遺跡から出土した盾からも、この時点で高度な漆塗り装飾が行われていたことがわかる。前4世紀出土のもので、反りがついており、布が貼られたもの、複合素材盾もある。これら盾の形状は、複雑かつ分類ができない。鉄盾に関しては、半彦の記述にある従順が、鉄盾を指すものと考えられており、戦国期には用いられた。 弥生、古代日本と同様、古代中国でも実践用だけでなく、行事用の盾があり、追ながそれにあたる。この大陸式の行事用盾の文化は八世紀初め、文武天皇の治世には日本に伝わり、皇子園一仏皇、九時十二ヶ月絵巻の絵画中にも、鬼を追う役が右手に五角の持ち盾、左手に矛を持つ姿が描かれ、祭事としても各地に伝承されている。 中国では、こうした呪術的な面での使用は、戦国期には見られ、主来に記述される、片称氏が仮面を被り、かと盾を持ち、鬼霊を払う呪術師一族としている。高栗安楽三号墳、四世紀後半の出光図、壁画には、不評は盾を持っているが、重機兵には、盾が描かれていない。時代が下ると、かや近海出土の五世紀頃の牙人物系土器に、 人馬を身にまとった上で盾と槍が表現されており、馬立てが見られる。この馬立てと槍のセットが、北方から伝わったのかは不明だが、同時期の日本においては、木、騎士領や壁画を含め確認されていない。現代においては、火器の攻撃力増加により、手立てが戦争で使用されることはほとんどなくなったが、暴動鎮圧用としては、世界中の警察や軍隊で、 装備されている。この種の盾、ライオットシールドは、防弾性能は、ほぼないが、軽量で頑丈なジュラルミン製やポリカーボネート製の、ものが多く採用されている。また、セラミックや、金属などで作られた、小銃弾を、防御可能な盾や、強靭なケブラー繊維で作られたカーペットのような盾、刃物を振るわれても切れない、鈍器も受け流せる。防弾性能では劣るも存在しており、 警察の重機犯罪対策や軍隊の紫外戦などで使用されている。ただし、重量が大きく扱いづらいという欠点がある。車両や陣地に備え付けられる重機には、棒立てと呼ばれる、鋼鉄製の盾が付属することがある。地面に置く盾としては、より安価で、効果的な土納などが使用される。一方、現代の神社でも、神宝立てや木立てを用いることがあるが、 これは、持ち立てと、据え立ての二種である。いずれも、木製、黒漆、上部を三山形に切り込み、表面に、ともえもん、または新紋をつけることになっている。板上方形の木立てにキルティングを施した、舐めした毛皮で覆い長く垂らし、頭部や胸部は木立てで、その根の地部分で、カーテンの原理で下方から攻める、敵陣を逸らして不正だ。 マカナと呼ばれる剣やホルカンカと呼ばれる槍と一体で装備されることが多い。攻撃を象徴する刀剣に対し、盾は防御の象徴として用いられる。マケドニアに代表されるファランクスは長い槍と盾を重ね合わせて隊列を作る密集部隊であった。兵士は自分だけでなく横に並んだ戦友の右半身を盾で守ることにより、部隊全体として 完全に資格をなくす必要があった。したがって、個人を守る鎧兜をなくすことより、仲間を守る盾をなくすことの方が、はるかに不名誉なこととされた。また、盾に担がれて外旋するは名誉の戦士を遂げた者が、盾に乗せられ仲間に担がれたことを意味する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。